エーベルス、聞きなさい。はい。あの、け、ちょ、おかったの。どう、はい。はい。あの、ああ、我が心の君よ、この花。え、あの、け、え、うん。どこへ？さよ、ち、夢か。エーベルス、ワルカル、さ、はい。シリン姉さんを。珍しいよね。弟のヒルダ、いいわ。ドーラ様、ドーラ様、おい。あ、何よ。二人とも一人で大事。ドーラ様、ドーラ様。アルブレヒト、国境のけ、お父様も魔族、文句ばっ、自分のち、大変、シリン姉様が朝早く城を出てまだ戻っていないようなの。シリン姉様、頭もつけず国境の方に向かったらしいわ。よりによって魔族。カール、アルブレヒト、急げ、探索隊を組織しろ。ダメよエーベルス、魔族のおかげで国境も緊張して。でも落ち着きなさいエーベルス、どんな時も国王としてカール。それはシリン姉さんを無事連れ戻してからに。わかりました。エーベルス、シリン姉さんのこととなると、見さか、シリン姉さん、ここで何をしているの？いや、何、最近この辺りに魔族どもが出没してるっていうから退治してやろうと思ってね。あんたこそどうしたのよ。今はエーベルス王とシリン姉様が行方不明なのよ。何？シリンが？ハイランド、懐かしいね。ウェインとか言ったかな、あの坊や。そういや、私と違って今じゃ冷たい土の中だっけ。まあお前たちじゃあの坊やみたく私を楽しませちゃくれない。何？ウェインといえば大昔の貴様。なんだいこの坊やは。ねえ、そんな甘えん坊じゃ何？さあ、